ピクのシュルシュュルルラジオです、えー、アメリカ米大統領選挙11月に迫っていてね、えー、まあ様々なことでね、うんいろんな、まあ、どんな流れになっていくんだろうということで、トランプはね、こうちょっと周分っていうかな、あの、暴露本出されたりとか。 ね、で、反対のバイデンはね、民主党のバイデンなんですけども、健康問題が取り沙汰されていたりとかね、いろんな話が出てるんですけどもね、え、以前にですね、超ムーの世界という番組の中で、ハイテンションタロットって言って、まあ、22枚のタロットカードね、えー、まあ、制約は取らないんですけれども、まあ、ワンオラクル、1枚引きみたいな形でね、歌歌いながらちょっとこうエンタメにね、対応するような形の占いをやらさせていただいてて、えー、トランプがね、まあ、勝つのか、どうなのかみたいなことをね、占ったんですよ。これオンエアで使われるか、 どかかわんんないんですけどもその時にタワーというカードが出て、タワーというのはまあ塔が崩壊するとかね、それからまあ天災ですよね。いわゆる事件、事故みたいなものとか、天の災害みたいなことであったりとか、天から雷が下るっていう意味合いでね、まあ、それがまあ今回の、ね、コロナ騒動の中で、コロナってクラウンという太陽の、ね、冠という意味があって、タワーのカードの中にも冠が描かれていてね、 えー、今回のこの天才というものとね、コロナ対応のクラウンというもの自体もね、リンクしていたんじゃないかみたいな話あるんですけれどもね。とにかく思ったようにいかないとか、不足の事態が起きるとかね、トラブルが起きるっていうカードであるんですよ。で、ね、一言でバシッと言った方がいいわけですから、トランプ勝てないみたいなね、うん。負けちゃいますみたいな <laughs>、まあリーディングの結果をね、こうポンと一言出したんですけれどもね。なんかね、こう釈然としないものがあって、うん。で、 タワーのカードっていうのはね、まあでっかい塔からね、二人の人間がこう、両方落ちてってるっていうカードなんですよ。でまあ災害だったり不測の事態どうにもならないようなことトラブルっていう意味合いもあってね。考えた時にね、うん。なんかただトランプが負けちゃうっていうようなこと以外に不測の事態が起きるんじゃないかっていう気持ちがずっとあって、11月の米大統領選挙自体がそもそもちゃんとこう正しく、 機能してね、開かれるのかっていうことをずっと考えてたんですよ。で、えー、後日家でね、あのー、普段、まあお客様にリーディングとかをするときに、まあ使わせていただいてる、まあ78枚のカード、タロットカードね、22枚の大アルカナとプラス56枚の小アルカナを78枚をね、えー、まあ先的によって、まあスプレットしてね、 あの、見る見方で、えー、二者択一方法っていうね。まあ、こういう理由があるから、ああ、この人はこういう結果が出るだろうみたいなこととね、えー、また全体のテーマみたいなものが一つポンと出てくるっていうスプレッドで、トランプとバイデンをね、11月の、えー、大統領選を占ってみたんですよ。えー、そうしますとですね、まあ、トランプさんに関してはですね、えー、現段階でもすでにこう成功を手に入れている男のね、 え <laughs> カードっていうのかなカップの9っていうカードが出てね。まあ、ボぼタ的な幸運だとか、チャンスを掴んだ男だとかね。願望が達成された男みたいなね。もうまさしくね、まあこれ、まあそのカードの中に描かれてるのは、まあアラブの大富豪みたいな感じの男の人なんですけれども、もうどっしりとね、こう椅子に座って全てを掴んだ男みたいなね。うん。 感じのーカードが出てるんです。で、その後にね、まあ、それが理由というか、今現段階の状況なんだけど、その後の結果がどうなるかというところの位置、えー、のカードがですね、これがですね、ペンタクルの十のね、ま、あ要するにもう本当にすべて完成して幸福なね、幸運な状態で余生を過ごすというかね、あとはもう本当にのんびり過ごしていきましょうみたいな、 あーカードが逆位置で出てるんですよ。つまり全てを掴んだ男が、あこの米大統領選挙の最中なのか後なのかね、えー、幸福にのんびりと余生を送れるはずだった男がそれが逆位置で出てるという。ね、まあちょっとね、こう、うん。まあ単純に形勢が不利になっていくとか、下火になっていくっていう意味合いを表すカードでもあるんだけれども、 ちょっとね、こう、約束されたはずの幸せな余生というものが逆位置になるというのが出ていてね、ちょっと今後あれと、う、ん のんびり過ごせるはずだったのにな、みたいな、あれだけの成功者がね、ね、たまたまかもしれませんけれども、トランプタワーっていうね、タワーもあるぐらいで、そのタワーがね、まあ、崩壊するんじゃないかみたいな意味合いにもね、その前回のね、蝶無の世界の中でのリーディングの意味合いも取れるんじゃないかっていうような感じもあって、で、反対にバイデンさん、うん を見た場合にですね、資金には困らないっていうのがね、裏側っていうのかな、今の現段階の現状みたいなものには出てるんだけれども、結果のところでね、健康問題を抱えている。これでもあのタロットカード見たら一目瞭然でもうこれ良くないなっていうのが一発で絵柄でわかるような感じなんですけども、ソードの9というカードが出ていてね、 まあ、立ち直れない失敗であったりとかね、ええ、もう単純にこう、ベッドのところで、なんかもうやらかしちゃって後悔しているみたいな、今後どうするんだろうみたいなね。まあ、悪夢で飛び起きるとかね。まあ、刀で刺される夢みたいな、まあ、解決できない悩みみたいなね、ええ、ものを、まあ、犯罪だとか、不安心配に苛なまされるとかね。うん、喜びを忘れるとか、過去に囚われる。 疑心暗鬼に不安に襲われるとかね。だから過剰な精神的な負担によっての健康的な問題とかね。とにかく精神的な問題とか、あまあ、情緒不安定だったり、眠れないとか健康の問題みたいなものが出てるんですよ。つまりね、トランプさんもトランプさんで大統領選挙ね、を経てね、なんかこう良くない方向にちょっと行きそうだと。 で、バイデンさんはバイデンさんでね、えー、健康問題を抱えてそうな、うん、カードが出てるということ。で、それらの二つをまとめたところのカードにね、葬式カードって言われるカードが出ていて、これはカップの5の正位一なんですけどもね、正位一にしても失望、落胆とかね、えー、なんか厳しい現実、期待外れとか、虚しい結果とかね。うん まあ、いわゆる先ほども言いましたけれども、葬式カードみたいな意味合いがあって、病気という場合では死に直結するというようなカードとも言われていてね。なんかね、これバイデンさん自体がちょっと本当になくなったりとか <laughs>、トランプさん自体もちょっとこう病にかかったりとか、不足の事態が起きるんじゃないかみたいなことがね、一個ちょっとあって。で、まあ結構ね、お互いにやり合ってる中で、 トランプさんがね、こう、バイデンにはね、こう、認知症の問題があるみたいなことを言ってる割にはね、民主党はそれを平気で擁立していて、こう、トランプさんって、まあこう、無党派層であったりとかね、いわゆる、マイノリティの部分からの支持みたいなものが圧倒的にあってね、要するに民主党が今回、勝つ気がないんじゃないかみたいな。うん。 勝ちたくないんじゃないかみたいな話も出てるぐらいなんですよ。で、まあめんどくさい問題とかね、まあコロナの問題であったりとか、様々な責任みたいなものをね、トランプさんのせいで悪くなったよっていうように押し付けようとしてんじゃないかという話があるんですよ。で、そんな中でね、えー、実はですね、最近シミュレーションされて、 たというね。まあ、2016年に計画が出てて、2020年のね、9月20日に小惑星が地球に衝突するというね、シミュレーションというものがね、えー、あると。すでに小惑星最近ニア,ニアミスすることが非常に多いね、えー。まあ地球にね、あの、それこそ隕石とか火球がね、バンバン最近飛んできて、それがね、我が国、日本でもね、目撃されているような中で、 それこそ小惑星がね、あの、衝突したら甚大な被害が起きるだろうなんて言われている中でね、あの、まあ、その2020年の9月20日の小惑星が地球に衝突するというシミュレーション自体がね、実は、米国の大統領選を妨害するために仕組まれている。自作自演のね、今後、そういう小惑星的なものがね、あの、地球に実際に衝突する。 それによって、米国の大統領選を遅らせて妨害させようとしているのではないかという、まあ、都市伝説というかね、話があるんですよ。で、これは何なのかと言いますとね、えー、要するに小惑星のニアミスは実際に多いと。ただしね、この、まあ、COVID-19、コロナウイルスのね、影響で、世界の主要なね、天文台というものがね、結構閉鎖していたり、で、夜間の間はね、あのー、 望遠鏡というものが、まあ、オートマチックでは動くっていうこと、まあ、オートマ化されてて、これ自体が要するに、その、まあ、意味をなしてないというかね、要するに、これだけ小惑星のニアミスが多い時期であるにもかかわらず、世界の主要なね、100以上の望遠鏡、ね、天体望遠鏡がね、事実上意味をなしてないような状態にあるのではないかと。で、その中でさらに世界最大の電波望遠鏡の一つ、 のね、えー、プエルトリコのアレシボ望遠鏡っていうのが2020年のね、8月11日、この11がね、またこう入ってくるね、3.11、9.11とかいう話がありますけども、8.11に、非常に太いケーブルが断線して、天文台が使えなくなったというような、あまあ、いわゆる事故というかな、まあ、不測の事態が起きましたというようなね、えー、話が出たんですよ。 これ何なのかっていうと、単純にすごくわかりやすく言うと、夜空を観測している天文台が今、天文台というかな、天文学者自体が今、少ない状況であると。ね。で、非常にこの小惑星のニアミスが多いタイミングであるにも関かかわらず、こうなっているということ自体にね、裏があるのではないかということで、ちょっと今回お時間で次回に続きたいと思います。